ははい皆さんこんこにちは坂井翔吾ですえ今日は、えー、前回、えー、そのザルツブルクからモーツァルトがウィーンに来て劇場を借りようと思ったけれども借りれなかったそして、えー、貴族の館やレストランなどで演奏会をしたそういう話をしました、えー、それにとその時にその宮廷劇場当時の宮廷劇場現在のブルク劇場 だと思うんですけれどもそれについての絵、えーえー、の紹介をしてませんでしたので、えー、ご紹介したいと思いますまず今日はストリートビューから、えー、見ていきたいと思います、えー、ストリートビューを、えー、で位置関係を発揮させましょうこちらがブルック劇場です、えー、そしてその正面には、えー、ラートハウス視聴者がありますはいこちらですね、えー、そしてもうちょっと大きくしてみましょう えー、そして、えー、はい、えー、ではストリートビューに置いて、人形を置いてみましょう。はい、こちらがブルック劇場です、えー。正面から見ると結構堂々たるもので、えー、張り出している感じがあります。えー、横に羽が伸びているような感じの建物ですね。はいえー、もうちょっと奥から前傾を見るために、ラートハウス側に一旦ちょっと退避します。 そしてラートハウス側からブルック劇場全景を見ましょう。あ、こういう感じですね。はい、これがブルック劇場です、えー。もうちょい近寄ってみましょう。はい、えー、ここら辺にスケートリンクができているということは、えー、冬ですね、これは、えー。皆さん格好からしても、ちょっと他の日付を見てみましょう。えー、っと、11月。 あちょうどあれですね。あの、クリスマス市が、視聴者のクリスマス市が立っている時ですね。このように屋台がたくさん並んで、クリスマスのイルミネーションがいっぱい施されると。後々私のムービーの方もちょうどクリスマス市が立っている時ですので、それをご紹介します。ちょっと近所を見ますと、ここにラントマンといって、老舗のカフェですね。第三の男にも確か出た、映画、第三のとこですね。あれに出たカフェですね。 それから、えー、このブルック劇場、中の方に入れますので、えー、ちょっと中の方の、えー、すごく美しい劇場ですので、中の方を見たいと思います。ここは今現在は、えー、と演劇が中心で音楽のコンサートをやられてないので、僕は中で音楽を聴いたという経験はないんですけれども、見学ツアーで中を見たことがあって、すごく美しい階段と、えー、本当に あの、綺麗な天井がありますので、それをちょっと見に行きたいと思います。えー、っと、ここに置けばいいのかなあ、違うか。はい、こちら真ん中。ああ、ちょうど劇場の入り口ですね。ドアですね。えー、ホールの中に入りますと、えー、これはちょうど演劇の舞台セットを多分セットしているところだと思います。えー、このような馬邸系、えー、馬のひずめの形をした、えー、4階席まであるような、えー、劇場です。 え向こう側の反対側の通路に出て行ってみましょうか。えー、あの美しい階段を見られるかどうか。なんかツアー客の皆さん、あ、ここですね。えっ、ー、と、天井がこのような、えー、天井で、階段は、えー、こちらの劇場はあのウィーンのニューイヤーコンサートなどでも、えー、よくバレエをここでやったりしますね。この床が非常に印象的です。 えー、そして綺麗な、えー、大理石の、えー、柱にこのような綺麗な階段、えー、国立歌劇場も、えー、非常にいいんですけれどもこちらのブルック劇場の方がずっとなんか白を基調としてて非常に美しいですねはい、えー、このような形で、えー、とストリートビューから見てまいりましたでは私のムービーに行きたいと思いますはいこちらが、えー、ちょっと縦画面ですけれども視聴者ですね、えー、そしてリンク通りを挟んで反対側に視聴者 えー、夕方のラッシュ時ですね、これは、えー、このクリスマス位置っていうのは多分、えー、11月の中旬、下旬あたりから、えー、アドベント的なことで、えー、この位置が立つと思うんですけども、えー、ちょっと屋台の中の方に入っていきましたのでそれを見てみたいと思います、えー、こちらがブルック劇場ですね、えー、ちょっと離れても結構やっぱ大きいです。 えこれ2018年の11月28日えコロナとかえそういったものが始まる前ですねえ人がこんだけたくさんいても全然誰もマスクをしてはいませんしちょっと一昔前の感じがやっぱりあのコロナのせいですごくその感情 印象を受けますね。あれ、誰もマスクしてないと思っちゃうんですよね。はい、それではモーツァルトのピアノ協奏曲第12番第一楽章をお聴きください。